熊野三山、熊野那智大社、熊野三山は、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社の三つの神社の総称。熊野三山の名前からもわかる通り、仏教的要素が強い。日本全国に約三千社ある、熊野神社の総本社である。熊野本源も参照のこと。2004年7月に、ユネスコの世界遺産。 キ伊山地の霊場と三景堂の構成資産として登録された。熊野の地名が最初に現れるのは、日本初期の神代記で、神海の段の第5の一書に、伊ナ波の村が死んだ時熊野の有馬村というところに葬られたという記述がある。国家が編纂した歴史書に熊野の名が登場するのは、日本三大実録からである。古来、修験道の修行の地とされた。 演技式神明朝には、熊野座神社と、熊野早玉大社とあるが、熊野那智大社の記載がないのは、那智は神社ではなく、修行場とみなされていたからと考えられている。三者が起こってくると、三者のそれぞれの神が三者共通の祭神とされるようになり、また神仏集合により、熊野本宮大社の主祭神の家とおこかみ、または家飛びおこかみは、阿弥陀如来、 神宮の熊野早玉大社の熊野早玉拝神、または、早玉神は、薬師如来、熊野那智大社の熊野無守備神、または夫守備神は、千寿観論とされた。熊野の三神は、熊野三所言言と呼ばれ、主催人以外も含めて、熊野十二所言言とも言う。平安時代の中期に、陳元によって記された、大日本国保家経験記には一英、義英、明蓮。 道明といった僧侶が熊野山中で北家行にまつわる不思議な経験をしたことが記されており、古くから極楽王城を望む僧侶にとって熊野は霊場として理解されていた。熊野五王府、平安時代後期、浄土教の阿弥陀信仰が強まり、熊野の地は浄土とみなされるようになった。熊野は霊場であると同時に、紀伊山地を挟んだ吉野と共に、 皇室の祖先神はゆかりの地でもあったことも関心が持たれた理由と考えられる。藤原の道長、市通が行った吉野の金峰山詣も場所こそ違えど、熊野詣の先駆としてみなすことができる。上皇の三景の先例としては、豚院や加山の院の例が知られるが、大規模な熊野参りの契機は、永久四年に白川院が行った二回目の熊野詣で,であった。 白河院は、漢字2年に、高野山を行行し、漢字4年には、最初の熊野参りを、漢字6年には、金峰山詣でを行い、永久4年の熊野参り以降、恒例行事として定着した。高野山でも、金峰山でもなく、熊野が選ばれた最大の理由は、熊野が霊場であるとともに、新域としても整備されており、王権守護に対する期待とともに、浄土信仰と、 危き神話が融合された当時の神仏集合の流れに合致した土地であったからと考えられている。それ以降、陰性期には歴代の上皇の参詣が頻繁に行われ、後白河院の参詣は34回に及んだ。上皇の度重なる参詣に伴い、在地勢力として熊野別当家が形成され、 熊野街道の発展とともに街道沿いに99王子と呼ばれる熊野権現のおこかみが祀られた。鎌倉時代に入ると熊野本宮大社で一辺商人が阿弥陀如来の決心であるとされた熊野権現から新宅を得て自習を開いた。熊野三山への参拝者は日本各地で主験者によって組織され、旦那あるいは同社として熊野三山に導かれ、 宮山各地で契約を結んだ、御死に宿舎を提供され、人を受けると共に三内を案内された。熊野と浄土信仰のつながりが強くなると、念仏省や美国のように民衆に、熊野信仰を広める者も現れた。また、観音の化身とされた、無守備身を祀る那智大社の那智浜からは観音が、住むという不堕落を目指して、大勢の僧侶が小舟で、太平洋に旅立った。 次第に民衆も熊野に頻繁に参詣するようになり、俗に蟻の熊野詣と呼ばれるほどに盛んになった。また、各社で発行される熊野五王府ともは五府のほか、希少文の領主として使われ、この五王府に書いた制約を破ると神罰を受けると信じられた。ピークは過ぎたものの盛んであった熊野信仰も、 江戸時代後期の奇襲藩による神仏分離政策で布教をしてきたひじりや山伏、熊野美国の活動を規制したため衰退し、明治の神仏分離令により衰退が決定的となった。熊野権現は日本全国に誕生され、各地に熊野神社が建てられた。中でも沖縄では神社のほとんどが熊野権現を祀っている。沖縄における 主な神社琉球パッシャとは、波状宮、普天満宮、沖宮、四季名宮、末吉宮、雨宮宮、金宮、朝と八幡宮であるが、朝と八幡宮以外は、熊野権元を祀っている。なお、出雲の熊野大社には、この熊野三山の元津宮であるとの古伝がある。ありがとうございます。